ハイル・デビット・バラクローは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララ郡、サンタクララ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のニューヨークヤンキース参加所属。相性はベアー。2011年の MLB ドラフト40巡目で、ミネソタツインズから指名されたが、この時は契約しなかった。2012年の MLB ドラフト7巡目で、セントルイス・カージナルスから指名され、 プロ入り。契約後、参加の A-9 バタビアマックドックスでプロデビュー。A 級、クワッドシティーズリバーバンディッツでもプレーし、2球団合計で15試合に登板して0勝3敗。2セーブ、防御率3.06、33奪三振を記録した。2013年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグカージナルスで3試合の登板にとどまった。2014年は、 AQ ピオリアチーフスと AQ パームビーチカージナルスでプレーし、2球団合計で48試合に登板して2勝2敗11、セーブ、防御率2.47、78奪三振を記録した。2015年は開幕を AQ パームビーチで迎え、5月に AQ スプリングフィールドカージナルスへ昇格した。マイアミマーリンズ時代2015年7月24日に、 スティーブ・シシェックとのトレードでマイアミ・マーリンズへ移籍した。参加の AA 級ジャクソン・ビル・サンズで4試合に登板後8月7日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のアトランタ・ブレーブス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは25試合に登板して2勝1敗、防御率2.59、30奪三振を記録した。2016年は リリーフ陣の中心格としてフル回転し、ナショナルリーグ8位体となる75試合に登板。6勝3敗、防御率2.85、ホイップ1.23という好成績を残し、起用の期待に応えた。持ち前の脱三振能力では72.2インニングで113、脱三振、脱三振率14.0という圧倒的な能力を示したが、 請求面では44支給、予支給率5.4と荒れ気味だった。2018年レギュラーシーズン終了後の10月10日、インターナショナルボーナスプールとのトレードでワシントンナショナルズへ移籍した。2019年8月6日にリーフとなった。2019年8月9日にウェーバー工事を経てサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。 参加のトリプル A 級サクラメントリバーキャッツで一試合に当番も一試も取れず8月15日にリーフとなり16日にマイナー契約となった9月2日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたレギュラーシーズン終了後の10月30日に再びリーフとなり11月1日にマイナー契約でトリプル A 級サクラメントへ配属され同日中に FA となった。2019年12月17日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年7月14日に FA となった。2021年2月2日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んで、スプリングトレーニングに招待選手として参加することに、 なったと報じられ、5日に正式工事された。最速球速98.6マイルパワー、平均96マイルパーワーのフォーシームと、平均83マイルパーワーのスライダーの2球種を主に使用し、左打者に対しては、平均89マイルパーワーのチェンジアップも使用する。スライダーとチェンジアップのレベルは涙が、速球が威力満点なため、脱三振能力が高い。 脱産心率が通算13.3と高い反面、予支給率は通算5.8と請求が不安定となっている。ありがとうございます。